浮津太郎です。不満な瞳です。いや疲れましたね。もうたどり着くのに疲れました。あ、そうですか、はい、今日はですね、ハウスオブピクニック、はい、赤岡へ行こうおよ、行こうおよということですね、丘を越えてまいりました。そうですね、二戸駅から2キロぐらいでしょうかね。結構歩きましたね。2キロぐらいでしょうかね。すごいですね、見てくださいこれ、ライダーの皆さんが、はい、多分飲んだとどうするどうでしょうか、ね、あ、本当だ、ね、ソフトドリンクだけ飲んでるいや、かもしれないですよ、ね、かもしれないね。でもテンション高そうですね楽しみですね。それでは早速行ってまいりたい。なぜかボンジュール、いきなりのフランス語、おしゃれな雰囲気に飲まれ気味の2人。二戸駅から県道274号線を北に2キロほどの市内一の繁華街橋場地区、その入り口にあるハウスオブピクニックは大きな青い屋根が特徴のアーリーアメリカンなお店。チーズ、カンパリソーダとレゲエパンチ、暑かった今日にぴったり。カクテルからスタートとは珍しい。もしかしたら初めてかも。今日はね、この店ね、お肉が美味しいらしいので。お肉、お肉肉でいってしまいますよ。もう日本酒にたどり着けるかどうかこの雰囲気で。騒いだ。事前情報を得ていたローさん、抜け目ない。最初はね、サラダを行きたいです。おすすめをさりげなく教えてくれたマスター。紅葉っぽいがなんだか優しい。バルサミコソース、スペアリブ、はい、気まぐれサラダとステーキとスペアリブとアクアパッツァ、以上でよろしいです。グラスで赤、ペースが速い。赤2つでいいですか。坊さん、今夜はレッドゾーンまで攻め込むつもりか。開始からいくらも経たないうちにおかわり、しかもワイン。紳士な仮面を脱ぎ捨て肉食系の素顔を晒すか。マカダミアナッツをナッツクラッカーで割ることに夢中になるお二人さん。確かに綺麗にパキッと二つに割れた時は気持ちいい。おかしいな、撮影前は俺の方が上手だったのにお尻から行った方がいいですよ、ローさん、それアドバイスですよ、これ。はい、あれ、コツをつかんだひとみさん、失敗するローさんを尻目に次々と頬張る。体が美味しくないよ。負けるとすねるとは、負け惜しい意外と子供っぽい50代。ちょっとね、はい、面白い人が来てますからね。面白い人、ね、ちょっと行ってみましょう。マサさん、ジャムのロックを飲んでましたすいません、座ってすいません。たまにはこういう時もないと。お前に言い過ぎだって今年も不思議はご家族で出られたりするんですか。子供たちが出る番組があるのかどうかちょっと分かんないですけど、出たいなっては思いますけど。不満田さんと奪い合いみたいなのやったら面白いんじゃないか。普段からそうですからね。今夜はたくさんの常連さんが集まって、なんだかパーティーのようです。このディレクター、高速は140以下では走らないという。そんな話で盛り上がらないでしょう、ゾウさん。もうね、お店の前にバイクがいっぱいね。最後こう、走り去るところをこうカメラにこう入れたりしてるんですよ。帰るよ。俺たちが帰る前に帰るそんな遅くまでいいですか、うん、同じ趣味の人が集まれば
時間も忘れる。ご主人が飲まないで奥様はもう飲むと。飲まない時ないんですけど。いい旦那さん見つけましたね。あ、そうですね。なんか言いたいこといっぱいあるけどやめとく。どうもすいません、お邪魔します。酒が入ろうが入る前がみんなでワイワイ過ごすのがこの店に集まるバイカー流の楽しみ方。じゃあ、あれあんまり引き出しないからさ。なんで出てこねえ。あれ、車取ってもらっていい？え、なんでバイク乗りなの？今日彼車だから。ヘルメットかぶって車。外見てもらえば知ってます。ウィンターロードがさ、ちょっと出せんだよこれ。いや、いいわ。ライダーですよ。店内を回っているうちにお腹もそろそろいい具合に。ちょうど頼んでいたメニューが並び始めた。こういうお店ではさっと料理をサーブする男が様になる。ローさんいつもと違ってなんだかスタイリッシュ。ちょっと任せてください。盛り付けの不満だと配色とバランスですよ、ね、配色とバランス、どちらもバランスのことを言ってます。盛り付けがなんとか終了。さあ食べましょう。今日食べた中で一番何が美味しかった？大根サラダ。バイバイ。バイバイ。協力ありがとう。こちらのテーブルではバースデーパーティーが始まったようです。みんなの笑顔がまぶしい。どうもと、ゆきさんもみゆきさんも正直もグラス持って全然飲んで。じゃあ一番年上。メインの3品の1つ目アクアパッツァ。ハニリオ見えてます。大概見える。極めて美味しそうな料理にテンションが無駄に上がる2人。ヘナゴルだけです。ヘナゴルだけです。ヘナゴル知らないな。また僕都会の人だからそれよくわからないよ。またいっぱい言ってたよ。お二人目が怖い。食べることに集中しすぎて収録を忘れたようだ。へなごっております。全世界に通じるかなこれ。へなごる、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 なんかありそうだね。へなごる、へなごる、へなごるよ、へなごる、へなごったよ。ボンジュー、へなご、へなご、いたしこれだ、ご覧ください。痛いし、これ。ぶつかるでしょ。いやー、すごい、いい香り。胸から行ってね。ダメ、熱中症なる、熱中症。オリーブ。待って。今日は本部のそんななっちゃう。うん、オリーブ。ポパイだ。それも違う。もうちょっと食レポしてください。味染み込みすぎてますね。褒めてませんね。上がったテンションのせいか完全にダメなレポートを披露した不満田さん。よく味の染みた赤魚のアクアパッツァです。アクアパッツァ、アクアパッツァってどういう意味なんですか？アクアのパッツァですよ。スペアリブです。こんな大きいの見たことない。不満田さん特大のスペアリブに眼差しをギラつかせる。肉食系女子の本領が発揮されそう。大丈夫です。僕が食べますって食べる気満々ですね。なかったんで。ディレクターさん。うん、あの無視です。無視。無視。こう。いじられてますね。こうかな。こんな大きいのことない。カットだ。不満田さん。ナイフがない。かぶりつくんですよ。ちょっと走って行ってみましょうか。はい、思い行けますかね。お待たせしました。すごいの。ステーキです。
これからスペアリブに行かんと。さあ早く食べないと冷めちゃいますね。お二人さんがっついていきましょう。これはね箸でいきますね。このほどですね、箸で簡単にほぐれるほど柔らかく調理されたスペアリブ。さてお味の方は、これも上辺だけだよ。キチ上辺だけだ。思わず規制、美味しさが口の中にほとばしる。ほろほろ崩れますね。すごい箸が止まらない美味しさ。バルサミコの味わいが肉にしっかりと染み込んだ一品はこの店自慢の一品。柔らかくて食べたな。焦げが焦げ食う夜みたいな。誰が焦げてるの？次々と頬張る不満田さん、スタミナをつけて夏を乗り切るつもりのよう。バルサミコ酢なんでたまらん。まんまんこれで満してる場合じゃないんです。見てくださいこの素敵なステーキ。じゃあ吉本に待ち構えてますよ。待ち構えてますね。ね、あの温かいうちにね。そうですね。じゃあ僕が切り分けていいでしょうかね。よろしくお願いいたします。大きい方がいいですか小さい方がいいですか？大きい方がいいですね。え半分だよ。じゃあいただきます。かなり熱いですね。こんなに熱いの食べたことない。いただきます。まさに肉を焼いたと言えるピクニックステーキ。名前を冠したメニューが示す通りこの店一番人気の一品。さてそのお味は。肉汁すごいし。ステーキです。ステーキです。ごまとかって付け合わせのコーンもたっぷり。なかなか噛み応えがあって、この油が美味しい。あ、この油と赤身のこの境目のあたりが。あ、そうですね。この辺が絶妙。本当ですね。肉の味が。ワインが進みますね。ステーキらしいステーキですね。お肉の中から出てくる、もう肉本来の肉Just me. あ、Just me. なんだかローさんを待ってた人がいるようです。実は同級生なんです。同級生。ご常連さんと会ってしまいました。実は同級生。ユンズでーす。めでたければ即乾杯。それが酒場を楽しむ秘訣。なかなかこれね、バルサミコ風 すごいうまいから。バルサミコはさっき、ね、どういうオチにしたんだっけ。オチはすいませんカットしました。バルサミコのミコさんってことにしたんでしょう。今のうまかったね。うまいのがスペアリブなのかダジャレなのか、こんがらがった会話もまた楽しい。満を持しての登場だから。いやいや、満はこっち、満はこっち。4月にはね、シャチの蔵の会があって、そこになんかね、サブリミナルオさんっていう人が、どうしてもおかしな人が寄ってくる。これもローさんの人柄なのか。バンバンってなんか登場したね。やべえ、かっこいい。やっぱり一番出るのは、この肉が多いですね。あの赤い肉を食いながらビール流し込むみたいな。ロック聴きながらみたいな感じじゃないですか。オープンして10年になりますけど、みんな家みたいに集まってくれればいいなと。夜のピクニックな感じ。メニュー見て気になったんですけど、この注意マークは危険なやつですね。ちょっと酔っちゃいますよ。ラムハイボール。ラムハイボール。ホテル取れないの。カオス。今宵の最後はオープンデッキで南部美人。楽しめるお店がまた一つ増えました。いやもう堪能しましたね。いやもうかなり日頃のエネルギー注入しましたね今日ね。
肉肉で肉肉で今日2月29日いやいやじゃないでしょウルード氏ウルード4年に1回かリオ、うん、オリンピックいやそんなことで山田さんもう一回行きましょうよ、ね、もう一回たまにはもう一回行きましょう行きますか行きましょう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 マスターに挨拶するの忘れたありがとうございますかよ空まで駆けるかバイク乗り